はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。木曜グリーンの双葉小太郎です。はい、というわけで新年一発目の初ロケはこちらに来ました。平塚駅にやってまいりましたが、お、来た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 。下からね、そんなスポットある？すごくない？でも結構陸は行けそうなんですけど、虫も生き物ですか？いや、虫はちょっとね、魚もちょっと行けて、どこだろう、鳥までですかね。足の本数とかもありますよ、上限4本。じゃあ行きましょう。見つけました、看板。生き物探偵団って書いてありますね。ここですね。あ、探検隊でした。探検隊だわ。生き物探検隊で、失礼しました。こんにちは。こんにちは。猫ひたという番組でリポートやってます双葉小太郎っていうんですけど、ちょっとお話よろしいですか？はい、お願いします。よろしくお願いします。お邪魔したのは JR 平塚駅から徒歩10分、 OSC 湘南シティにある生き物探検隊さんです。ここはどういったお店なんですかね？はい、はいね、約30種類以上のいろんな生き物たちがいまして、はい、主に貝、陸、空、貝、陸、空、はい、そして深って言って、深海の生き物もですね。深海、この深海の生き物って、うん、この地上で生きられるんですかね？あ、そうですね。実は、はい、何千メートルとかっていうと、はい、水圧の差出てくるんですけれども、はい、ある程度の、ところまでは実はそれほど、はい、その影響を受けないという、はい、でその全ての生き物たちに触れ合える、はい、それからこう餌をあげれるという、はい、貴重な体験ができます。はい、ここにいるような、はい、びっくりしたびっくりした。え、でかっ。大きな鳥ですね。この鳥は実はインコの仲間です。はい、インコってこんなでっかかったでしたっけ？そうですね。はい、実はインコの仲間で最大種、金剛インコっていう種類ですね。金剛インコ。はい、この子は飛ばないんですか？鳥たち全部すべての動物そうなんですけれども、はい、やっぱり居心地のいい場所が決まると、はいはい、そこから動こうとはしないですね。飛ばないんですね。はい、最初やっぱりヒナから飼うっていうのが大事です。はい、あ、わあ、素手で大丈夫ですか？はいはい、あ、お名前アポロ君と言います。アポロ君、偉いね。うわ、がっしり。あ、これは喜んでます。喜んでますか？踊ってます。嬉しい。本当に嬉しい。すごい、そんなパフォーマンスまでしてくれるの？片足立ちみたいな。助かる。すごい、アポロ君ありがとう。やはり人気といえば耳の可愛いウサギさんです。ウサギさん来ました。はい、ここではね、抱っこはできないんですけれど、はい、上から撫でたりですね、していただいて、手からおやつを与えていただいているっていう、はい、はい、これは茎を持って葉っぱを与えていただきます。葉っぱですね。じゃあ、はい、どうぞ。あ、すごい強い。はいはいはい。あ、可愛い。あ、一緒に食べるの。あ、そうなの。続いては。はい。うわ、すごい。これはですね、はい、オカメインコっていう種類になります。聞いたことあります。はい、ほっぺたのオレンジ色が特徴で、はい、よく皆さんに塗ったんですかって言われるぐらい。あ、これはもう天然の。そうですね、天然の模様で、で頭の上のこうピッとこうね、上に上がった、はい、トサカのような毛も特徴的で、はい、大人気の可愛いトサカが。はい、はい、そして、あ、可愛い。生き物探検隊っていう名前のごとくですね、はい、ちょっとこうドキドキしながらも初めて触るものに触っていただくとか、ぜひそれを体験していただきたいと思います。マジで頑張ります、はい、うわえ、うわ、爬虫類の中でもまたちょっと特徴的な、カメレオン。カメレオンだ。はい、あすごい。初めて触ります。なんだこの感触。なんだろう。さっきの鳥たちと違って優しいですね。そうですね。はい。ふわっと。ちょっとまたしてる。ゆっくりスローモーションで動くっていうのも特徴的で。あ、なるほどなるほど。あ、止まれ。あ、止まってくれ。はい。あ、大丈夫です。肩の上まで行って、場合によっては高い方を目指しますので、そこで満足してお願い。今日だけは。とてもいい位置です。あ、可愛い。ここでですね、餌を食べるシーンをちょっと待ってください。待ってお願い。なんかここの爬虫類の餌ってちょっと待ってお願い。待ってお願い。これさとあそうかいや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 お願いお願い。あこの体験は普通の方もできるんですか？そうですね、はい、できます。ただ1日にね、そのたくさんは食べないので、やっぱり、はい、タイミングによるんですけれども、はいはい、この子以外の子たちもね、また食べる子たちがいますので。なるほど、はい、なるほど。じゃあ次行きましょう。はい、でまだまだ陸が続きます。それもやっぱり探検隊っていうことでドキドキ体験ですね。はい、待ってサソリさんです。ちょっと待ってください。なんでサソリは触れないはずですよ。サソリは触っちゃいけないって。手に乗せていただければ、はい、大丈夫です。いや足4本以上ダメってさっき言ったじゃん。はい。すごい。やば。じゃあ次は素手で。大丈夫ですか？おとなしいですよね、とてもね、可愛い。僕が子供の頃はこんな触れ合える場所とか多分なかったと思います。こんなに身近で。この他にも気になる生き物がいっぱい。これちょっと感動したかも。ヘラクレスオオカブト。そうですね。よかったら。そうですね。今。あ、すごい。この子も人気そうですね。めちゃめちゃ。陸と空の後は。海の生き物たちに触れることができます。なるほど。今度こちらはドチダメというサメですね。大丈夫そうかなこれ。まずは触れ合っていただいて。触れるんですか。失礼します。あ、すごい。ヤスリだ。そうなんです。細かいこうサンドペーパーのようなとても繊細な、はい、でこのサメに、実は餌あげ体験ができます。はい、サメに餌をあげるっていうのもとてもねなかなかないですよね。すごい。はい、よいしょ。いけんじゃないこれ。どうぞ。あ、可愛い。いいですね。こんな魚に餌やりとかだってできないですもんね。そうですね。貴重な体験だと思います。貴重ですね。これは、はい、やっぱ生き物から学べることって多いですね。そうですね。意外と深海になりますね。せっかくなんで。すごい。オオグソクムシ。そうですね。この子たちも触れる。はい、そうですね。これもやっぱり触れ合えるということで。そうですね。ああ、すごい。しっかりしてますね。そうですね。結構硬いですね。はい。これダンゴムシの仲間ということになります。なるほど。この子たちは結構硬い。そうですね。深海ということもあって、やっぱり殻をでしっかり守ってますね。守ってるんだ。水圧に負けないように。はい。可愛い。実はサメとか哺乳類以外が苦手だったんですよ。はい。怖くて卵から生まれる系のやつがでも、はい、意外と寄り添ってくれたんで、すごい好きになりました。めちゃめちゃ最初はなんか触れなかったお子さんが、2回目3回目っていうとどんどん触れられる生き物たちが増えてくるっていう、でここではやっぱり触れることによって知れることですね、たくさんこうドキドキして癒されてっていう経験をしていただく場所となっています。もう絶対僕もまた友達とかと来たいと思います。はい、ありがとうございました。